2009年ハンガリーグランプリは2009年 F1 世界選手権第10戦として2009年7月26日にハンガロリンクで開催された。正式名称はフォーミュラ 1ING マジャールナギドリ2009。ドイツグランプリ終了後、トロロッソがドライバーをセバスチャンブルデイからハイメ・アルグエルスアリへ交代することを発表9-1。 まず、フォースインディアのジャンカルロフィジケラとデビューレースとなる、アルグエルスアリがコースに出て、タイムを出す。その直後に、チームメイトのセバスチャン・ブエミが、トップタイムをマークする。半分近く時間が経過したところで、各マシンが、ハード側のタイヤでタイムを出し始め、フェラーリのキミライコネンが、トップ、2番手、3番手にレッドブルの2台が、同タイムで続く。 その後ほとんどのマシンがピットに戻りソフト側のタイヤに履き替えて再びアタックに出る。残り1分余りのところでアルグエルスアリが13コーナーでコースアウトのためにイエローフラッグが出てアタックが一時できなくなる。セッション終了直前にイエローフラッグが解除され各マシンが最後のアタックに入る。トップタイムは120.793でウィリアムズのニコロズベルグ。 BMW ザウバーとフォースインディアの4台と、アルグエルス・アリーが9 1敗退となった。急にレッドブルのマーク・ウェーバーがまず、トップタイムを出す。その後チームメイトのセバスチャン・ベッテル、ロズベルグ、ルノーのフェルナンド・アロンソが、トップタイムをマークする。残り2分を切ったところで、ベッテルがもう一度トップタイムをマークし、その頃から、路面状態が急激に良くなり、 アロンソ以外のマシンが最後のタイムアタックを行う。残り時間がなくなった直後、フェラーリのフェリペ・マッサが4コーナーでクラッシュし、そのままセッションが終了。トヨタの2台、ブエミ、ブラウン GP のルーベンス・バリチェロ、ルノーのネルソン・ピケが急に敗退。バリチェロは今季初めて Q3 に進出できなかった。クラッシュしたマッサはコックピットから助け出され、 メディカルセンターに運ばれる。また、マッサの治療とクラッシュしたタイヤバリアーの修復のために予選セッションが一時中断となる。その後、バリチェロのマシンから脱落した約8 0 0ムのサードダンパーのスプリングがマッサのヘルメットに直撃し、衝撃で意識を失いマシンはコースアウトしてタイヤバリアに激突したことが分かった。Q3 約30分ほど中断し、 15時10分から Q3 が始まった。マッサの負傷により Q3 は9台で争われることになった。ジェンソン・バトンはバリチェロと同じ部品が落ちないかどうかチェックを受けているために8台でのポールポジション争いが始まる。残り時間が3分余りのところでバトンもコースに出てアタックを始める。一部を切ったところでロズベルグがトップタイムをマークするが、 ここでタイミングモニターが落ちてしまう。残り時間がなくなったところで一度元に戻るがすぐに落ちてしまう。最後のアタックを終えたドライバーたちは自分の順位が全くわからずお互いのタイムを聞き合って自分の位置を確認し合う珍しい光景が見られる。数分後モニターが復活しアロンソがポールポジション二位がベッテル、ウェーバーはダメだと判断し先に帰ってしまうが 3位だと分かり、連れ戻されることになる。予選9-2でクラッシュを起死したマッサは決勝レースを欠場することとなった。気温摂氏23度、路面温度摂氏36度スタート後の1コーナーで、ベッテル、ウェバー、ハミルトン、ライコネンの4台による激しい2位争いとなる。ベッテルはライコネンとの接触により2番手から7番手まで順位を落とし、 さらにフロントウィングにダメージを負ってしまう。この激しい2位争いによりアロンソーは1台で逃げる、格好になる。1周目を終えたところで、スーティルがリタイア。スタートで中島和高に交わされたバトンが2周目の1コーナーで中島を抜き返す。5周目に入り、ハミルトンが1から2コーナーにかけて、カーズを使ってウェバーを抜き、2番手に上がる。 その後3秒あったアロンソとの差を1秒以下にまで縮める。12周目に上位陣の先陣を切ってアロンソが1回目のピットストップを行う。しかし右のフロントタイヤがしっかりはまっていなかったために順位を最下位まで落とし、さらに右のフロントタイヤが外れ、次の周回で再びピットに戻る。結局アロンソはリタイヤとなってしまう。その後19周目にライコネンとウェーバーが 同時にピットイン、ウェバーがピットストップに手間取り、ライコネンに先を越されてしまう。また、リリースのタイミングが悪く、ライコネンと接触しそうになってしまう。20周目にハミルトンとロズベルグ、21周目にコバライネン、ベッテル、22周目に中島、25周目にバトンがピットイン。27周目、ベッテルのマシンに異常が発生し、2度目のピットイン。 結局29週目でリタイアとなる。グロックが燃料を多く積んでいたために32週目にピットイン、7番手でコースに復帰する。44週目に小原来年、次の週にライコネンがピットインするが、ライコネンがピットからマシンを発進させられず、3秒ほどロスしてしまうが、なんとかコースに復帰する。46週にハミルトン。 48周目にロズベルグ、49周目にウェバーがピットイン。ウェバーがソフトタイヤでハードタイヤのロズベルクの前を抑える。ハミルトンは残り15周あたりで早くも回転数を落として走行する。55周目にバトンがピットイン。中島が次の週でピットインをするが逆転できない。58周目にトゥルーリがピットインをし、 かろうじて中島の前で戻る。60周目に、クロックがピットイン、わずか5秒でコースに戻る。ここで、上位勢のピットインが終了。その後もは大きな順位変動がなく、レースが進み、そのままハミルトンが1位でチェッカーを受ける。ハミルトンが2008年中国グランプリ以来通算10勝目、今基礎優勝、またカーズ搭載者が初めて優勝した。 2位にもカーズ搭載のライコネン、3位に、ウェバー、イカロズベルグ、コバライネン、グロック、バトン、トゥルーリーまで、ポイント獲得。中島和孝は惜しくも9位だった。ありがとうございます。